上野絹子は、日本のフィギュアスケート選手、フィギュアスケート高知県国際スケート、連盟公式審判員、日本スケート連盟審判部長、大阪市出身、神戸女学院大学卒、長女は同じく、フィギュアスケート選手で後に審判員となった、平松純子である。稲田悦子、山下津也子と同じく、長井康蔵に支持した、 1934から1935年シーズンに行われた第6回全日本ジュニア選手権で優勝。1936から1937年シーズンの第8回全日本選手権と1937の1938年シーズンの第9回全日本選手権でともに稲田悦子。 月岡し子に次ぐ3位、1938から1939年シーズンの第10回全日本選手権で2位となった。しかし、1940年に開催が予定されていた札幌オリンピックは東京オリンピックと共に開催を、返上、さらに戦争悪化により、大体地での開催も中止となりオリンピック出場は果たせなかった。戦後は、 フィギュアスケートコーチとして活動した。神戸フィギュアスケーティングクラブと神戸ポートアイランドフィギュアスケーティングクラブの設立に関わった。後に国際スケート連盟の公認審判員となった。1972年札幌オリンピックではアシスタントレフェリーを、1980年レイクプラシッドオリンピックでは審判員を務めた。神戸女子薬科大学の教授も務めた。 2013年12月5日、老衰のため死去。94歳没。毎日新聞2005年4月2日、大阪遊館、71日本アマチュアスポーツ年間、ベースボールマガジン社、B41 毎日新聞2005年4月2日、大阪遊観、フィギュアスケート歴代記録女子シングル、兵庫時にドム神戸新聞2007年6月24日、対戦で、 中止の札幌五輪幻のフィギュア代表のお別れ会題森周平2014年4月14日神戸新聞女子フィギュアスケーティングザッジ表第11回東京オリンピック札幌大会フィギュアスケートプログラム朝日新聞1988年2月16日母子2代の五輪審判フィギュアスケート図解コーチ著者紹介奥山 上野絹子さん兵庫県スケート連盟名誉会長、日本スケート連盟フィギュア名誉レフェリー、東京新聞2013年12月6日。ありがとうございます。